愛媛県と広島県の島嶼部などが舞台の博覧会瀬戸内しまのわ2014が21日広島県廿日市市の宮島で開幕しました。しまのわ、オープニングセレモニーには愛媛県と広島県のゆるキャラたちが登場し、中村時博知事と湯崎秀彦知事が挨拶しました。2つの県が、一つのイベントをロングランでやるっていうのは全国で初めてのことだと思います。島にはですね、都会の人ではまず味わえない非日常がてんこ盛りであります。広島と愛媛県には共有の財産である橋もかかっています。この橋でのサイクリングは世界に売り出せるコンテンツだと思っています。島々の素晴らしさ、これを地元の皆さんにもう一度磨いてもらって、外の人も喜ぶ、そして地域の人も喜ぶ、そんなこのイベントにしていきたいと思って進めております。会場では両県の関係する市と町がそれぞれのブースで特産品販売をしたほか、愛媛県のご当地アイドルアイキュンと広島県のご当地アイドルまなみのりさが歌や踊りを披露したり、広島城を拠点に活動する秋広島武将隊がパフォーマンスを披露したりしました。瀬戸内しまのわは瀬戸内海国立公園指定80周年と瀬戸内しまなみ海道の開通15周年を機に開催され、瀬戸内の島々の観光資源を発掘し交流人口拡大につなげるのが狙いです。およそ7ヶ月間のイベント期間中300以上のイベントを行うことになっていて、最終日の10月26日にはしまなみ海道で8000人規模のサイクリング大会を開きます。目標来場者数は80万人以上ということです。